ピッご存知橋本でございます。はい、ということで、いやーほんとね、牧草作業ほんとにねかなりの面積を短期間で、終わらせました。まあちょっとね片付けとかうんぬんかんぬんは残ってるんですけども、まあとりあえず一段落ということで、まあ天気もねあまり、その牧草が終わった途端良くなくなって、まあ秋雨前線らしいんですけどね。まあ宮城県かなりね、涼しくなってきてくれております。いやーしかしね、気づいたらなんと明日市場じゃねっていう話でいやー本当市場忘れるぐらいね、ちょっとね、そっちの牧草作業にかかりきりだったんであれなんですけども、いや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 、やりますか今回もね。はい、ということで行ってみましょう。宮城県子牛市場9月市場でございます。はい、9月市場我が家の朝食行ってみよう。はい、ということで、今回ですね、我が家から上場するのは2頭の上場となっております。はい、まず1頭目からいってみましょう。1頭目こちらだ、行ってみようと。はい、1頭目ですね、勝早桜後の安草巨勢となっております。はい、発育十分で、かなりボリューミーなね、体重の乗ってくれるような牛となっております。はい、今回ですね、まあ、ここの中最近の中ではなかなかいい虚勢として、出せるのかなという形でね、橋本密かに期待してはおるんですけども、まあ実際ね、先月の市場の価格見ていただければ、分かる通り、まあ肥育の枝肉価格の伸び悩みということで、なかなかね価格が伸びない、状況が続いております。まあこれはね、全国の問題なんで本当に致し方ないかなとは思うんですけども、まあぜひですね、購買の検討の方よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは2投目いってみましょう。2投目もこちらだ、ドン。はい、2投目もですね、同血統の受精卵牛となっております。どちらともね、受精卵の三種牛となっておりまして、片方オス、片方こちらメスとなっております。はい、このメス牛ですね、かなりね、先ほど言った巨勢よりも体高は大きいですし長いです。はい、ぜひですね、まあ本当繁殖農家さんも大変な長かとはございま思っておりますが、血統のね、揃った牛でございますし、なおさら発育良好すぎます。まあちょっとね、コークのボリュームの方がもうちょっと会ってくれればもっと綺麗な牛に見えてくるのかなっていうところはあるんですけども、その分でもやはりボリューム感、このね、なんていうんですかね、スケール感っていうのがかなりいい牛になっておりますんで、ぜひね購買の検討の方よろしくお願いしたいと思います。はい、今回はですねこの2頭で、橋本上場したいと思います。はい、ということで橋本の上場日が1日目、今回ですね、3連休挟んでおりましたので、18日水曜日の上場になっております。ぜひですね、宮城県に、来ていただいて、ご購買の検討の方よろしくお願いいたしたいと思います。はい、いやいずれにしようですね、本当畜産業界ね、まだまだ和牛のこの業界なかなかねトンネル抜けきれないし、いざどうやって経営を継続していこうかと皆さん苦慮されているかと思います。本当にね自分もねどんどんこういう危機的な状況であるよということを動画内でお知らせしたいんですけども、いかんせん自分もね、仕事しながらこう YouTube をこう編集したり撮ったりっていうのをやってるもんでね、本当なかなか皆さんのお役に立ちたいところではございますが、まあやはり自分もね食べていかないと本当にきついんで、まあ仕事を優先にさせていただいて、おるわけなんですけどもね、いやこれは本当ねどうにかせんといかんと、
まあ、今回ですね、米価に関しましては宮城県、概算金の方発表されまして、一目惚れ、の方が、60キロで、16,400円だったっけかな、つけました。本当にね、数年ぶりの本当に数年ぶりの値上げということで、かなり去年から考えてもとんでもない金額上がっております。まあ、橋本頑張ったんで褒めてやってください。ちょっとこの価格のね、一助になっておりましたんで、ちょっと褒めていただければなと思っておりますし、やはりですね、子牛の価格、それから枝肉価格がやはり皆さんの望んでいる価格になって、まあね、安定的に経営できるようにこれからも努力していきたいと思いますんで、皆さんもね、声を上げて、本当にね、まあ今自民党の方では総裁選挙なんていうのも行われてますし、立憲の方でもね、代表選挙なんていうのも行われてるんですけども、いや、うちは揉めなんてどうでもいいんで、そのね、次の、まあ、その首相になる方に関しましては、本当にね、日本農業もっと目を向けてもらわないと困るなというところがございますし、やはりそういうのを訴えていくのがやっぱこの農業者であり、まあこう青年部としてね、やっている自分の仕事でもあるかなと思っておりますんで、ただね、自分一人だけでは絶対ね、力不足でございますんで、皆さんの本当にコメントだったり声が重要になってまいりますね。ぜひね、畜産頑張ってまいりましょうということで、まずは今回上場企業2頭の方紹介させていただきました。橋本頑張っておりますんで、皆さんもね、市場で会いましたらぜひね、農業トーク、ないし、いろんな意見交換できればと思っておりますので、ぜひ、お声がけくださいということで、皆さん18日は宮城県甲子場で会いましょうということで、以上、橋本がお送りいたしました。ご視聴誠にありがとうございました。頑張るぞ。